ヒルダをニーベルンゲンリングから解放するため、聖夜たちは7つのオーディーンサファイアを求めて四方に分かれてアスガルドの表現を駆け抜ける。突如襲いかかってきた狼の群れを撃退したシリウだったが、それもまたゴッドウォーリアの手によるものだった。アテナのセイントよ、よくも俺の可愛い狼たちよ。狼たちをけしかけたのはあいつか。奴もゴッドウォーリアなら守護石であるオーディンサファイアを持っているはず。俺は北の人食い狼イプシロン星アリオとのフェンリル、ドラゴンのセイントシリウだ。狼ごときで俺を倒せると思ったか。侮るなフェンリル。それは相手を敵と認めた上でのことだ。お前など侮るにも足りぬわ。何？玄関の大地で数々の苦難に耐え共に育ってきた俺の可愛い狼たちの恨み、たっぷり晴らしてやるぞ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。ああ、はいと。手段を守られたこの命、アテナのために生かさねばならない命だ。こんなところでやられるわけにはいかないこと。野山昇竜派、この周囲を静かに取り巻く気配、狼からまた俺を襲わせるつもりか。お前ごとき俺一人で事足りる。犬はお前が息絶えるのを待っているのだ。この男の素早く野生的な動き、それは全て捉えられるものではない。チャンスがあるとしても昇竜の方だ。宝山昇竜、お命燃え尽きようとも腹が減っただろう。もうすぐ決着をつけると最も味は保証しないが、いや南の太陽を十分に浴びてるからうまいと思う。宝山昇竜派ウルクルエルティークラーロザン、どうだフェンリル、ロザンの大爆破さえ逆流させるこのシリウの剣の味は。北の人食い狼と異名を取るフェンリルの恐ろしさ、その五体でたっぷり味わうがいい。フェンリルの剣がまるで見えない。ロザン軍の剣どうだウルフクルエルティークローの威力は、次はその喉笛をかきしてやるぞ。終えろ昇竜のごとく。もういかファイアだけ、もういかヒルダ様に誓ってアテナのセイントは一人たりと。フェンリル、差し違えてでもお前のオーディーンサファイアを手に入れてやるぞ。俺の守護石であるオーディーンサファイアを。そうだ、お前たちの持つオーディンサファイアを揃えぬ限り邪悪と化したヒルダを元に戻すことはできないのだ。ヒルダ様が邪悪と化しただと？何を世まいごと！わからないのか。ヒルダを元に戻さぬ限りこの地上に迫った危機を救えないのだ。フェンリル、俺を信じてくれ。俺は人間など信じない。俺が信じられるのは狼だけだ。フェンリル、人が人を信じずしてどこに幸せがある。一体何があったのだ。あれは6歳の頃、俺は両親たちと遠乗りしてある森まで出かけた時に熊に襲われたのだ。同行していた両親の友人たちは俺たちを見捨てて一目散に逃げ出し、両親は俺をかばい殺されてしまった。それを境に名門と謳われた我がフェンリル家の栄華は音を立てて崩れ去っていった。それまで媚びへつらっていた人間たちは皆後ろ足で砂をかけるように離れていったからな。だが俺にはフェンリル家の狼の紋章にふさわしい守護者たちがいた。それが狼たちというわけか。人間から恐れられ忌み嫌われている狼が、銀具が人間から見捨てられたこの俺を助けてくれたのだ。お前もみなしごだったのか。だが俺はどんなことがあっても人間を、仲間を信じるぞ。お前はヒルダも信じられないのか。バカめ、ヒルダ様は神だ。ギングたちでさえ一瞬のうちに従えさせた我が神だ。さあおしゃべりは終わりだ。死ねえ。このシリ、全力でお前を倒す。永遠に極寒地獄で苦しむがいい。はいと、お前のオーディンサファイアを手に入れるまでは、たとえこの森が引き裂かれようと引くわけにはいかないのだ。それもお前が信じる人間のためなのか。そうだ、これではいかん。人類の危機を救うため。よし、薄汚れた人間など滅ぶ方が地上のためなのだ。アルトソルトはアスガルドの塵と化すがいい。ああ、ペンリル、アスガルドのゴッドウォール、オザル、女々しいものの両親を失ったと、そこまで心が歪んでしまったとは。黙れ、お前たちに俺の気持ちなど分かってたまるか。よくわかる。イカさん、オザル、昇竜派って任せよ。分かっていい。俺たちブロンズ戦闘で全員皆しもなのだ。この死竜の激に今ここに再び目覚めよ。我が身に宿りし究極の個性、背を推進せよ。オザル、昇竜派、下がれ狼よ。もはやお前たちの出る負けじゃない。バカなギンガー。フェンリル、今度生まれてくる時は親の愛と友の情けと人の真心を十二分に味わうんだぞ。